スノーマンの渡辺翔太31が日本テレビの連続ドラマ先生さようなら来年1月スタート月曜深夜0時59分で単独初主演することが14日わかった安子さんの同名コミックが原作のラブストーリー渡辺が演じるのは高校の美術教師田村拓郎担任のクラスの女性とに好意を寄せられるが 実は自身も高校時代に担任の国語教師に切ない恋をしていたという役どころで、現代パートと過去パートの二つの恋模様が書かれる。渡辺は、僕が単独主演をやっていいんだ。とめちゃめちゃ嬉しかった反面、主演という重みにとてもプレッシャーを感じました、とコメント。27歳の教師、17歳の高校生と二つの世代を演じるが、 学生の気は去って出そうと思って出せるものじゃないから、すごく心配でした。ですがスタッフの皆さんと話をして、今は僕でもできる。と自分を信じて演じようと思います。と語っている。主題歌はスノーマンのウェルボートゲザー。